こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。就活ネタランキングの動画を見て、私は E ランクの微妙なネタしかないのですが、もう3年生で今からネタを作るのも難しいので焦っています。ネタがないのは塾でもどうしようもないと思うのですが、就活塾に行くとなんとかなるものなんでしょうか？結論、かなりマシにはなります。ざっくり言うと2ランクアップくらいはできると思います。つまり E ランクのネタであれば C ランクくらいの印象には持っていけると思います。E ランクはサークルやボランティア活動ですので、サークル活動の例を実際にお見せしたいと思います。まずダメな例からです。私はバスケットボールサークルでの活動に力を入れました。3年時からはサークルのリーダーとして全体の仕事を一人でこなしました。こまめにイベントの予定を立て、先輩後輩の仲を大切にし、過ごしやすいサークル作りを目指しました。サークル全体の仲を深めるために企画した合宿では、セッティングのために何度も旅行会社と話し合い、新入生がうまく輪に溶け込めるよう、バーベキューやコンパなど、上級生と新入生がコミュニケーションを取る時間を設けました。その結果、新入生からは、合宿に来てよかった、サークルに入ってよかった、と喜んでもらうことができました。私はこの経験から企画立案やリーダーシップを学びました。はい、これはただ、楽しかったですということを言っているだけの内容になってしまっています。まあいいやつなんだろうなというのは伝わってくるんですが、結局やったことは旅行会社と話し合ってバーベキューとコンパの準備をしたよということだけなんですね。泊まるところや交通手段などは旅行会社が手配してくれたんだろうなと思いますし、バーベキューやコンパの準備といっても肉や必要なものを買ったり運んだりという程度だと思いますから、工夫したり考えたりしたということが伝わってきません。本人はこれを企画立案やリーダーシップだと思っているようですが、正直社会人からすると内容のレベルが低いです。次に良い例を見ていきます。私はバスケットボールサークルのリーダーとしてメンバー募集に力を入れました。新入生歓迎会でのサークル説明会がオンラインになり、例年通りにいかない中で新入生獲得のための工夫をしました。まず練習風景の動画やオンライン飲み会の集合写真を見せて、サークルの雰囲気が伝わりやすいようにしました。またサークル説明会が終わった直後から Zoom でオンライン懇親会を開催するから、そこで先輩に履修について質問できるし、友達作りができるように先輩たちが話を盛り上げてくれるよということをアピールしました。この結果、学内に5つあるバスケットボールサークルの中で最多のメンバーを獲得できました。はい、ただ楽しかっただけのサークルの話ではなく、メンバー募集というビジネスでいうところの集客に近い話になっています。またメンバーを募集するにあたって具体的に施策を考えており、実際にそれは新入生に刺さるだろうなという内容になっています。例年通りに同じことを踏襲するのではなく、状況が変わっても自分なりに考えて臨機応変に対応できる、考えて工夫できる人なんだなということが伝わってくる内容になっています。このように同じ E ランクのサークルの話であっても、どんな切り口から切り取ってどんな内容にするかによって読んだ人の印象はかなり変えることができます。もちろんネタのランクは高いことに越したことはないですが、ネタのランクが低いのであれば、より一層そのネタをどのように料理するのかということが重要になってくるわけです。微妙なネタしかないけれども、もうネタ作りする時間がないという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。